ほう、森保監督、旗手古橋の招集外について問われ、リーグのレベルが違うからと回答してしまう。早くぬるいリーグから卒業しなさいということ。今後代表狙いたい選手はセルティック行くなよってメッセージだな。こんなんじゃ選手もモチベーション下がるやろ。好みじゃないんだろ、旗手は呼ばれると思ったけどな。まあ悔しかったら5つのリーグでスタメン取れよって話だ。ベルギーは良くてスコットランドはダメなのか、肉弾戦だけ見ればベルギーだけどそれ以外は変わらん印象。使いこなせないだけやろ、前田は呼ぶんだから。古橋は代表で全く機能しなかったからしょうがないだろ。去年ですでに答えが出てるだろ。それに古橋はもうベテランの域に入ってる。前田は格上相手にプレス要員として有効、古橋は格上相手だと消える、シンプルにこれが答えだろ。森安、すっとこはレベル低すぎ、この正論をよく言ったよな。チャンネル登録してくれるとめっちゃ嬉しいです。これからも頑張って動画制作していきますので、ぜひよろしくお願いいたします。本当、お願いいたします。